はい、そしたらですね、はい、これオイルガードっていうなんですけども、実はね、これ上下両面テープでつけてるんですよ。はい、そう見えないでしょう。ちょっと揺すってみてもらっていいですか。はい、どうですか。硬いです。そんな思いっきりやる。うん、まあでも取れないね。はい、取れないです。ガッチリ感もあるよね。はい、あなた欲しい。これはつくんだったら。そうだね、欲しいよね。コーキングのところとかどうですか。綺麗にできてますよね。あ、コーキングすごく綺麗です。水回りでも安心して使えますよね。はい、安心して使えます、ね、ですよね。はい、こんにちは、こだまガラスこだまです。今回は上下左右この字チャンネルを使って強化ガラス製オイルガードを取り付ける方法についてご説明いたします。上下の位置を確認して金具を固定します。この字チャンネルには皿穴が開いています。木ビスを同梱していますので、ビス止めする場合はご使用ください。ビス止めが不可の場合は接着でも問題ありません。今回は両面テープで接着します。壁付けの場合は壁側のコの字チャンネルも取り付けます。ガラスをはめ込みます。あらかじめセッティングブロックを敷いてガラスをセットします。壁付けの場合ガラスを8ミリから10ミリ出る位置で調整します。金具から出る幅を上下合うように PP バンドなどを使って立て付けを調整してください。壁付けでない場合、両サイド空いている場合は両サイド8から10ミリ出る形となります。左右の出幅を割り振って上下の出幅も合うように PP バンドなどを使って立て付けを調整してください。ガタつきを固定させる。この字チャンネルの中でガラスがガタガタとするので、バックアップ材を使ってガラスをこの字チャンネルの中心に仮固定させます。バックアップ材もガラスの両サイドから約幅寸法の6分の1程度の位置に両面に差し込んでください。バックアップ材がこの字チャンネルよりはみ出してしまうと後のコーキングが汚くなるので注意してください。また中に押し込みすぎるとガラスの上下に回り込んでしまうので、まっすぐ平行に少しずつ差し込んでください。縦のコの字チャンネルを仮固定する。縦のコの字チャンネルをガラスにかぶせてバックアップ材で仮固定させます。あまり強く押しすぎるとガラスが動いてしまうのでご注意ください。コーキングをする前にマスキングテープで養生する。ガラス側はコの字チャンネルより2ミリから3ミリガラスが見えるラインで貼ってください。コーキング用ヘラによって違いますので一度合わせてみても良いです。この字チャンネル側はこの字チャンネルの角に合わせてマスキングテープを貼ってください。中に入るとめくるときに汚くなるので、どちらかといえば外側にある方がまだ失敗は少ないです。コーキングで仕上げます。シリコンを充填しコーキング用ヘラで仕上げていきます。あまり時間がかかりすぎると表面が乾き始めて仕上がりが汚くなりますので、目安としてコーキングを充填してから10分以内には仕上げ作業を終わらせるようにしてください。清掃します。最後にマスキングテープをめくれば完了です。シリコンがガラスや金物に付着した場合は灯油かアルコールもしくはシンナーなどで拭き取ってください。ガラスであればアルコールで拭けばきれいになります。さあ、剥がそうとしても取れないでしょう。取れない。それが両面テープです。まあ取れへんやろ。あ、でも結構ガッツリついてますね。取れへんやろ。取れないですね。このぐらい両面テープが強いということね。これを上下やってるわけだから、まあ強いよ。プラスコーティング。そう、絶対取れない。むしろ取れない。いや、これいけるんやったら
ネジ打ちたくない人でもできるという商品になっております。はい、はい、ぜひお買い求めください。はい、今回は両面テープで四方この字チャンネルでオイルガードを取り付けてみたということでした。はい、ありがとうございました。その他ご質問などありましたらウェブサイトからご相談いただくか株式会社こだまガラスまでご連絡ください。ではまた来週。